さてさて、1年ぶりになります。居酒屋バンライフインサマー、今年もお世話になるのはいつものところです。お、すごい、今年はテントができてる。オーケー、ready、 Here we go!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  Alright! 無事到着しました。静波親父パーキングですね、はい、時刻は1時半、もう2時かな。ベッドの方もセットアップしまして、まあ、今回も、このサーキュレーターを2台用意しまして、まあ、これさえあれば寝苦しくなくいけるかなと、うん、結構いい風期待しましょう、うん、じゃあ乾杯しますかね。ノーメイク、ブス、近距離はダメですお疲れ様でした、私乾杯。乾杯。ああ、うまい。長距離ドライブの後のビールはうまい。明日からですね、居酒屋バンライフ、うん、みんなの到着を楽しみにしてます。はい、もう寝ます。うない、おはよう。いや、おはよう。今回も楽しみますよ。ちょっと待って。今年も恒例の親父パーキング。さて、ぼちぼち集まってまいりました、居酒屋バンライフ。それぞれ今ね、準備をしてくれてます。ここね、エコバッグワークショップ。こちらオリジナルけんちゃん食堂、今日も開店ですか？開店です。けんちゃん食堂、みんなが楽しみにしています。期待大さあ、静波リゾート、天気もね、回復しまして晴れてまいりました。今回の居酒屋バンライフも盛り上がりそうです。楽しいね。エコバッグワークショップでございます。わら、レインボー素敵、ね、娘の撮ってすごい上手です ね。なんとたこ焼き、あ、たこ焼きに並ぶ少年たち。あ、いいね、いいね。お祭りみたい。小鳥さんもたこ焼き並んでますね、もしかして。今スモークしてますね。けんちゃんスモークが。てってれー。まだやり始め。まだ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 。待て、待て。昼から居酒屋始まっております。あ、万引きしようとした。おい、中学生か。なんでか知らないけど、男の子たちはゴンダマンのところに集まります。なんでですかね。ゴンダマンのところにキッズが集まるんだよね、いつもね。違うんですよね、さっきから下ネタずっと言ってくるんですよゴンダマンのケビンが立ってるってずっと言って。ゴンダマンのケビンどうだった、青い。どうだった。今立ってねえよ。立ってないのにあれやばくね。お父さん呼んでください。 PTA に言いますよなんなら会長やあのゴンダマン事業がね、今こちらでは繰り広げられております。ママは今日はたこ焼き。ママ今日は美人だよ。おいたこ焼きと私、美人たこ焼きとビール、相性がいいよ。楽しみますか。まあ伊勢さんと一緒に言うと楽しいよ。はい、奥さん気になし楽しいよ井戸端会議。井戸端会議多めね。松戸のおばちゃんたちが。松戸のおばちゃんたち、井戸端会議多め。ずーっと悪口言ってたらしい、俺たちの。ずーっと俺たちの。ものすごい盛り上がってた。もう止まらないトークが。なんだっけ、サク、その本は冒険の本って言った？アリさんの秘密とかが書いてあるんだよね。じゃあ小鳥の秘密を教えてもらえますか。ないわ。それでは皆さん、今回も静波に集まってくれてありがとうございます。夏の始まりといえば居酒屋バンライフ。2024年もみんなで盛り上がっていきましょう。
よろしくお願いします。まずは縁日タイム、縁日タイムスタートです。始めましょう。イエーイ。何でしょうこの音楽は。さあ縁日が始まりました。こちらはエコバッグコーナーとなっております。あー何これ、おみくじコーナー。うわーお祭りお祭り、すごい。うわーなんか大掛かり、すごいことになってる。ああれだ、紐引くやつ、すごい、すごい。はい、完成をお楽しみに。すごい、本当のお祭りだよこれ。さあ準備が整いました。やっほー、くじ引きですけども、おい本物の敵屋が来たぞ今日は。見た目も敵屋、やばい、見た目も敵屋。くじ引き準備できました。やりたい、みんなやりたいでしょ、みんなやりたいでしょ。やばいです、本物の敵屋が来ました。このくじ引きのシステムを作ってくれたタルパパに説明してもらいます。絶対景品が欲しい小さい子は紐を引っ張りましょう。そう、1歳が一番最初に絡まりました。絡まりました。壊れてますよ。最後やったゲット小鳥。わすごい、大人たちが本気の縁日を用意してくれました。スーパーボールすくい、本格的に金魚すくいみたいなやつでやるんだって。待ってみんなお前。こちらはヨーヨー釣りコーナー、本物釣る釣り針が本物。頑張ってみんな、ヨーヨー釣りやってるよ。すごい。さあそしてこちらはくじ引きコーナー、くじ引きコーナーです。はい、当たりやった。さあ小鳥さんは何を弾くでしょうか。ジュオサイリウム、オタクダンス練習しないとね。居酒屋バンライフ with 縁日、子供たちが楽しめるコンテンツ盛りだくさんです。今回のダッチオーブンはこいつだ。テッテレー。どうですか今回の写真は。まあ、いつも作ってるから大丈夫と思う。そうですよね、できる。美味しそうですね。できました。美味しそうでしょ。はい、ゆけさんハッピーバースデー。けんちゃんからハッピーバースデー、開けてみます。てってれー。ありがとう、スモークチーズ。いただきます、いただきます。けんちゃんサンキュー。けんちゃん作ってくれたスモークチーズ、あーやばいこれ、うん、あーおいしい、スモークチーズ、うん、やばうまい。小鳥さん美味しくないですかこれ、スモーキー。大雨ですけども大盛況です。あのさ、いやレディーたち、何やってるんだい。ゲーム。どっしゃぶりの雨です。焼けた。どっしゃぶりの雨で目が覚めました。まあ今ちょっと小康状態になりましたね。どっしゃぶりの雨で迎えました居酒屋バンライフ、はい、翌朝でございます。昨夜はどっしゃぶりの雨の中のパーティーでした。まあそんなのも楽しんだもん勝ち。今日の静波ビーチですね。波はインサイドダンパー、テイクオフのみって感じですかね。ちょっとモチベーション上がらず、まあのんびり、今日も夕方まで時間たっぷりありますんで、のんびり過ごしましょうかね。気持ちいいね。気持ちいいね。ねえ。ふぅあんまりよく行かないんだよ、みーちゃん。集合。では始めたいと思います。フラッグ大会、ビーチフラッグ大会。
そこに並んでいるフラッグを最初に取った人、だから2名だね、が勝ちです。まずはちびっこチームからやります。またプールチーム。おー、楽しい。まさかの快晴。アゲイン。カープの屋根が全部乾いた。出る天然パーマ。完璧に乾きました。チャーンチャーンチャーチャーンチャーン、はい、おめでとうございます。おめでとう、はい、おめでとう。チャーンチャーンチャーチャーンチャーンチャー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 、やったねやったね。はい、あと大人の部やりました。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。あずきさんママ、あずきさんママ、はい、おめでとうございます。お待たせしました。男子の部 M サイズゲット、おめでとうございます。見事ゲット。あと一人は、はい、嘘ついた釣りに行っちゃった。じゃあ帰りにママが自分の好きなサイズ選んだらいいんじゃない。いいのいいのいいの、旦那のものは母ちゃんのものだから。やったー、ありがとうございます。チャーンチャーンチャーン、おめでとうございます。関東賞、イエーイ。楽しかった、楽しかった。ママまたね、ありがとう、気をつけてね。かみこさん、ありがとうございました。また参加させてください。ありがとうございました。のびさんもバイバーイ、また来てね。ママが一番楽しそうだったよ、昨日。楽しい。またね、気をつけて、バイ。みんなに見送られてます。またねー、またねー、あおい、じゃあねー、バイバイリンリン、バイバーイ。いやー、見て、みんなが手振ってくれる。なんて幸せな。いやー、よかった。そして今回もたくさんごちそうさまでした。ありがとうございました、本当に。めちゃめちゃ食べさせてもらいました。ママもありがとうございました。また遊びましょうね。雨でも関係ないね。関係ないね。関係ないね。すごい1日2日だったね。思い出ってこういうこと。気をつけて。バーイ。バーイ。プールからも声援。ひなたまったね。
バイバイ。さっくまたね。バイバイ。また遊ぼうね。バイバイ。バイバイ。今回もありがとうございました。大阪から、そして全国から。みんなありがとうございました。雨降って地固まる。はい、居酒屋バンライフ2024夏これにておしまい。みんな参加ありがとうございました。またね、また来年やりましょう。またね、ゴンタマ、いつもありがとう。とんでもないです。またまたね、バイバイ、バイバイ、バイバイ。またね、ゴンドマン。バイ。嫁コン、またね。バイ。またね、スクリュー君。よろしくね。気をつけて帰るんだよ。はい。またね、バイ。今年もローカルのおじさんたち、ありがとうございました。変態多い。ありがとう。本当に、あ、また、まさとローカルのおじさんたちでした。本当に面白いおじさんたちでした。お母さん、今回もお世話になりました。ありがとうございました。楽しかった、うん、みんなに協力いただいて大成功してます。居酒屋バンライフ、静波編ですね。お世話になります。ありがとうございます。ありがとうございます。Dude, that father is 10 men permed!